ナンバー、アイ、ヒラの死の秘密が明かされる。紙切り跡の予測不可能な行動にファン大興奮。ある日、新グループ、ナンバー、アイのヒラの死が、自身の髪を切った後に行う驚くべき、恒例行事をファンと共有しました。その日の出来事は、彼のインスタグラムのストーリーズを通じて明らかにされました。最初のストーリーズでは、平野は危機として髪を切ったことを報告しました。しかし、それだけでは終わりません。 次に彼は、髪をめに切ったら、絶対やることです。笑い、こちら笑いと何かを匂わせる投稿をしました。そして、次の投稿では、自身の髪の毛を丸めてできた、毛玉の写真をアップしました。彼の言葉や表情からは、その毛玉に対する愛着が感じられるようです。彼は次なる投稿で、現場ずれてった、笑い笑い笑いと告白し、毛玉を様々な場所に持ち運んでいることを明かしました。驚くべきことに、 平野は前日に所属事務所、戸辺の YouTube で生配信を行った際に、東京ドームのグラウンドに毛玉を持ち込んでいました。彼は毛玉を野球ボールのように投げたり、自分の頭の上に乗せたりする写真をアップし、ファンを大いに沸かせました。生配信の舞台裏では、驚くべきことに緊張感がなかったようです。平野は自身のユニークな毛玉アクティビティを存分に楽しんでいる様子が伝わってきます。 これは単なるエンターテインメントなのか、それとも何か深いメッセージが込められているのか、ファンたちは興味津々でその答えを待ち望んでいます。この毛玉アクティビティには一体どんな意味があるのでしょうか平野仕様の創造的でユニークな一面が、ファンや一般の視聴者に新たな疑問を投げかけています。もしかすると、この行動には日本の伝統や文化と深い関わりがあるのかもしれません。 神には昔から特別な意味や象徴が込められており、それが現代においても表現されているのかもしれません。さらに、彼の行動は個人的な癖や独自の癖に焦点を当てていますが、それは一般の人々にとっても共感を呼び起こす要素かもしれません。誰しもが何かしらの癖や得意な習慣を持っており、それが個性の一部となっています。このようなエピソードは、 ヒラの仕様だけでなく、他の芸能人や一般の人々についても考えさせられるものです。我々は自身の独自性や個性を大切にし、それを楽しむことができるのかもしれません。最後に、この、毛玉アクティビティが今後どのように展開していくのか、ファンたちはワクワクしながら見守っています。ヒラの仕様の独創的なエンターテインメントが今後もどんな形で広がっていくのか、期待と興奮が募ります。